クルス・タケル。ツネオです。大道寺先生でしたら、あなたの電話には出ません。助けを求めても無駄なことです。ツネオ、いつからそこに？あの戦艦が表に出た以上、あなたはもう終わりです、お父さん。何？ですが、おかげで私は大道寺と新たな契約を交わしました。それにしても、あなたは大道寺になんと泣きつく気だったんです。超大和型戦艦をこの地で隠しきることがあなたの務めだったはずだ。しかし、あなたはその務めを果たせなかった。どう言い繕おうが、大道寺が聞く耳を持つことはありません。何の話かわからんな。これまで言う機会がなかったんですがね、尾道の秘密のことは私も承知していたんです。あなたの前では知らない風を装っていました。何だと？誰から聞いたんだ？40年前、まだ子供だった私のところへ、松永という陽明連合会の幹部がやってきて、全て明かしてくれたんです。お父さんか？その頃、秘密を知る者たちが続々と殺されていた。松永は次は自分の番だと怯えていましたよ。高明のお父さん。そして秘密のすべてを私に喋り、あなたへ彼の命乞いをするよう頼んできたんです。あいにくその晩に松永は死にましたがね。多くの人間の口を完璧に塞ぐなら、いっぺんにまとめてやるべきですよ。そうか。さて、大道寺とその神派たちは戦艦を隠蔽した見返りとして、あなたを政治的に優遇してきた。世間ではそれを国家権力との癒着と呼びます。何が言いたい？70年もの間、あなたと大道寺の癒着に関わった官僚や政治家は現政権の中にも数知れません。もし全てが明るみになれば、その汚れた過去が芋づる式に掘り起こされてしまう。彼らはあなたが永遠に口をつぐむことを望んでいます。そして私がその望みを叶える新たな契約者というわけです。最後に一つ聞かせてください。お父さんは尾道の秘密をなぜ息子の私に教えてくれなかったんですか？なぜ息子の私にまで隠す必要があったんです？尾道の秘密を知れば、二度と裏社会から抜け出ることはできない。自分の子には日の当たる道を歩ませてやりたかった。親として当然のことだ。なるほど。それが岩見造船を私に継がせることだった。そうだ。世界有数の造船会社だ。不足はあるまい。それはあなたの勝手な言い分だ。不足に感じるかどうかは私の問題です。ではどうしろと？私は長い年月待ち続けたんですよ。あなたが表の世界だけでなく、裏社会の地位も含めて私に譲ってくれる日を。私から尾道の秘密について口にせずとも、私という人間を見込んでそうしてくれる日が訪れることを。でもあなたにはその気がないことを私は知った。
だから自ら動いたんです。斎王会の労を駒にし菅井を手なずけて、東条会は今や私の言いなりだ。私は陽明連合会の跡目として立てるべき手柄を立てた。大した手柄だな。発端は親子喧嘩ですか。お前が私の頭越しに牢を呼び寄せたせいで戦艦の存在が暴かれた。それを言うなら、私が東条会と杯を交わそうとした時、あなたは桐生一馬に杯の後見人を頼みましたね。あれは奴が断ることを見越してのことだったんじゃありませんか。私への手綱を締めようとしたんでしょう。ですがあの杯を買わせていれば、陽明連合はもっと表立って神室町で暴れられた。多分戦艦が暴かれる前に牢を始末できたでしょう。つまり戦艦を暴かれたのも私の責任だと言いたいわけか。はい、大道寺にはそう伝えました。確かに戦艦の浮上は私にとっても想定外でしたよ。ですがむしろこうしてあなたにとって変わる絶好の機会が訪れることになった。うわあ、腰水。殺すのか。腰水。お父さん、実の父親を。キャー、いいから出してまんな。何これ。尾道の秘密は牛、私が受け継ぎます。それによって大道寺実からもたらされる権力も金も全てね。やめておけ。お前には無理だ。子供の成長を信じてください、お父さん。お父さん、誰だ。はるか。あ、大道寺。父、クルス・タケルは広島で自決しました。大道寺先生、戦艦の隠蔽とその後の広島との癒着が先生方と結びつけられることはありません。つきましては今後私にも亡き父と同等の計らいをいただけるものと期待しております。失礼します。戦艦を暴いた男、桐生一馬を始末しろ。俺にはもう時間がねえ。暴いたのは田頭です。それまでにケリをつけられたなら、お前もクロス立てる女乗るがいい。承知しました。こんな寝たきりのじいさんにもそんな権力があるんですね。みんなボロボロだ。お父さん。はるか。くっ、広瀬のおやつさん死んじまったって。だけどよ、
せめてお前だけは目覚ましてくんねえかな。頼むよ。ハルト。信じてたけど、はるかちゃんが退場なんてありえないと思ってたけど、トールは退場しました。じゃあ、そううまくいかないよな、おやさん。悔しい。悔しいよ、つねよ。結局、息子たちの暴走って話か。命の歌。最終章、許されざる者。レバー下げたのは田頭なんだって。ねえ、南雲くんも少しでいいから食べて。ダメなんじゃ、キヨちゃん。わしらはもう店長、モレノですけど、今日は開けんでええですか。おう、いや、明日も明後日も休みにしとけや。純子、おにぎりくれや。ええよ。昨夜、尾道神海町の岩見造船所に浮上した戦艦は全長300メートルを超えるもので、史上最大と言われた戦艦大和を上回る大きさです。造船所を所有する岩見造船では、この戦艦がいつどのように建造されたのかわからないとし、内部調査チームを結成。しかるべき調査の後、会見を開く予定ですが、その日程は後日改めて通知するとのことで、社内でも混乱が続いている模様です。喪服借りたのかな。雄太からの電話だった。遥の意識が戻ったそうだ。少しだが口も聞けるようになったらしい。ほんまですか。ほうか、そりゃよかったですな。はるかちゃんが。桐生さん、よかった。こんな時にすまないな。何言うとるんですか。謝ることなんて何も。なくも、わしはの兄貴、今自分がどんな気持ちなんかようわからんのじゃ。うん、おやっさんが死に際に言ったことが耳を離れん。本当はお前らに殺されてやりたかった言うて。ほいじゃけど、もしもっと前にわしらの父親殺したんがおやっさんじゃ言われても、わしはあん人を殺しちゃろうとは思わんかったはずじゃ。なんでわしらおやっさんのこと親の仇じゃ言うて恨めんのじゃろうの。わしもじゃ、かしら。父親が死んだ時、わしはまだ小学生じゃ。その日のこともよう覚えとらん。わしが親父いう言葉で浮かぶんは、広瀬のおやっさんの顔だけじゃ。父親のおらんようになったわしらを、おやっさんはほんまに用してくれた。杯受けて一番嬉しかったんは、堂々とあん人をおやっさんと呼べるようになったことじゃ。お前らと広瀬の親分はそれだけ絆ってやつでつながってたんだ。確かに親分だって初めは罪滅ぼしと思って
お前らの面倒を見てたのかもしれねえ。だが一緒にいた長い時間がそれ以上の気持ちを親分に芽生えさせていた。そうでなきゃあの人はクルスの命令通り戦艦の前でお前たちをさえ殺そうとしたはずだ。俺にはお前らの存在が親分の呪縛を解いたように見えたがな。うん、うん、頭松永の兄貴。おいじゃ、やっぱりわしら親父さんのために泣いてええんじゃな。ユータはこっち来れないか。そうだよな、はるかちゃんのそばにいた方がいいもんな。田頭はシンプルにチンピラから成り上がった人？実のお父さんご健在なのかな。それは何よりです。はい、今近くに来てるんですが。匠、会えますかね。四代目。お前染谷か。ええ、お知らせしときたいことがあるんです。フェリー乗り場で待ってますから。おい待て。染谷が来てる。常雄に呼び出された。常雄、なるへそ、始まりました。最終章です。桐生一馬最終章ですよ。もう喪服姿でキャッときめいてる場合じゃない。ちょっとやばいな、初っ端から本当に干からびちゃう気がする。自分が泣きすぎて、引き締めろ、泣いてる場合じゃないよな。泣いてる場合じゃないんだから、叱って。キリュウちゃん、私のことを叱ってちょうだい。行く。いやー、サブストも残ってるの見つけてるんですけど、なんかこのテンションでもうサブストいけない気がする。ちょっと匠に会って落ち着くか。いやー、マイッチングですね。許されざる者、許されざる者ってキリュウちゃんのことだよな。ツネオに消される俺。ツネオは何を背負ってた？背中のモンモンが気になってしょうがないので、ちょっと調べていいですか？すいません、スマホで調べます。犬か牛っぽいなって思ったんですけど。白拓。白拓とは人面を持った牛、あるいは人面を持った獅子の姿をした聖獣です、だそうです。白拓。白拓が何を意味するのかご存知の方はぜひコメント欄で教えてください。聞いたことない珍獣と出会うな、竜が如く。いやー、なんかもう採用会も陽明連合会も息子たちの葛藤というかコンプレックスというか、もうエリプスコンプレックスってやつだよね。父親を超えることで一人前になろうとするこの男たちの感じがや、感じがや、血のつながりがあるからこそ認められたくて褒められたくてしょうがないのかな。父親と息子ってやっぱ私には理解できない範疇ではあると思うね。よかったね、はるかちゃん、よかったね。それだけが。ちょ、喪服のみんな取っとこう。喪服ってなんでこんなかっこよく見えちゃうんだろうね。あ、ごめんなさい、そんなこと言って。そりゃそうですわ、ごめんなさい。写真、はい、で1枚写真ですか。すいません。いや、キルちゃんはわかるんだろうな、実の親の仇でも。それ以上に風間のおやっさんによくしてもらって、あなたが本物の親父でしたと心が叫んでいるような。よし、行きましょう。切り替えて染谷拓海くんに、登場会の現状を聞けるのかな。いや、陽明連合会、菅井と常雄が手組んじゃったら俺はまた全国指名手配キャンペーンになっちゃうんじゃないか。ずっと、あれ？ずっと、喪服で、それ借りたのかな？タッパ的に、いや、レンタル衣装かな？その喪服は。いいじゃん、いるかな？ああ、いる男が立ってるわ。うん。観光しに来たわけじゃないだろうな。あれが尾道の秘密ってやつですか。うん。
恐れ入りましたね。お前一人か。ええ、ご覧の通りですよ、四代目。何の用だ。まずはお悔やみ申し上げます。広瀬一家の総長が亡くなられたとか。尾道はお揺れですね。もうお聞きかどうか。昨夜クルス・タケルも死にました。自殺ってことです。何。まあ自殺と言っているのは岩見恒夫だけですがね。まさか岩見恒夫が実の父親を殺したのか。どうなってる。お知らせしたいことがあると言ったでしょう。そう慌てなくてもお話ししますよ。うん。それじゃあ岩見恒夫も尾道の秘密を知っていた。40年前からです。で、昨夜クルス・タケルの口を塞いだことで大道寺から陽明連合会の跡目としてお墨付きをもらった。染谷君詳しいね。少し甘く見すぎていました。岩見恒夫は正真正銘の極道です。俺は六代目が不在のうちに菅井を消して登場会のてっぺん取る腹でした。こら。しかし菅井のバックに嫌味がついている以上、思ったほど簡単じゃなさそうですよ。なんでお前はそこまで俺に話す。今度の狙いは何だ。信用できねえとは思いますがね、俺はあんたを岩見恒夫や菅井みてえな連中に殺させたくないんです。大道寺から四代目を消すようあの二人に指示が出されています。尾道の秘密を危険にさらしたあんたを大道寺が許すわけがない。追い先短いことでかえってなりふり構わねえ動きになっているようだ。あなたも、それに広瀬一家も的にかけられてます。なんだと。うわあ、感じいるね。この町にいる限り陽明連合会はいくらでも兵隊を送り込んできますよ。広島中のヤクザが集まってきます。いくら四代目でも数で攻めてこられりゃなぶり殺しにされるだけだ。いや、いける気がする。ダメかな、無理かな。そんな死に方されたくないんですよ。俺は、俺が今ここにいるのも菅井から四代目を殺すように言われてのことです。菅井は岩見恒夫に登場会を丸ごと身売りする気でいます。広島の参加になったら登場会は今とは別物。六代目が無所から出てきてもそのトップの椅子に座り続けようって腹だ。どうしようもねえ小物ですよ、あの菅井ってジジイは。菅井は沢村遥と赤ん坊のことも探しています。しばらくはどこか遠くで一緒に隠れることをお勧めしますよ。道夫がいる。染谷、一応礼を言っておく。忘れてもらって結構です。俺が登場会取る時が来たらあんたとは蹴りつけさせてもらいますから。そう長くは待たせませんよ。バカ者、大吾がいるだろうか。バカ者、ソメアの話が本当なら広瀬一家も狙われる。おー、ちょっと待って、後ろに道夫がいるんだよな。あいつ誰だ。おい、道夫は俺だろうか。何これ、パチモンじゃないわ、本物だ。動いてるわ、着ぐるみだ。何やってんの。二代目襲名したのかな、撮影。ちょっと待って、アングルが悪いな。戦艦バックに、ちょっとこんなことしてる場合じゃないのは重々承知。うるさい。ん、ポーズして。わ、すごいいい写真、これプロマイドで売れるぞ。ファンだったら500円は出すんじゃないか。中誰なんだろう。うん、まあいいんじゃないか。よし、行ってくるな。広瀬一家が危ない、陽明連合か。いやはや、キリュウちゃんとしては一刻も早くカムロ町に戻ってハルカの顔見たいんじゃないか。行けばいいんだろうな。これは陽明連合会かな。
花のように咲いてるエンカウント。なんだてめえこれ。超やばいね。来たね。これからだん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 バトルなんだろうな。最終章、最終章、最終章。お見舞いしましょう。最終章。はい、お金。いや、ソメヤ君、かっこいいな。一瞬でも菅井なんかと手を組んでいたことも許しましょう。取るべき椅子は必ず取るのか、ソメヤ。いや。出会いは悪かったけれどもな、好きだな、やっぱソメヤ好きだな。一緒に菅井を、今から一緒に殴りに行かないか。お前がチャゲでいいから、俺がアスカで言って、よしよしよし、ちょ、広瀬一家の事務所には戻っちゃうか。心配で夜も眠れなくなりそうなので、今日は事務所には戻りたいと思いますよ。赤スーツがいるか。腰水は早々に息子に切り替えていたんだな、実の父親を。爪を真っ黒黒好きですね。うん、無事か。なんじゃ兄貴、曽我血相変えて。ママたちは？いや、もう帰りましたけど。そうか、大丈夫だとは思うが、一応連絡してやってくれ。少しの間この町を離れてもらった方が良さそうだ。陽明連合会と東条会が俺たちを的にかけてる。尾道の秘密を暴いたことが大道寺の逆鱗に触れたってことらしい。わかりました。モレドにはわしが電話する。うん、うん、兄貴、客が来よったで。本家の連中じゃ、まだ大した数じゃなあで。あんなら造船所で懲りたは思っとったが、まだわしらんことなめとるの。いや、グズグズしてるとキリがねえぞ。広島中の極道が向かってきてるらしい。おなごらには連絡しときましたけ、うん、安心して使わさい。うん、お前らと一緒なら切り抜けられる。連中にうちの組に手出したことを後悔させてやる。うちの組？兄貴、今うちの国って。あんた、お前らがどう思ってようが、俺はずっとそのつもりでいた。私もだよ。おっしゃ、やったれ。この喧嘩はおやっさんに捧げるんじゃ。弔い合戦じゃ。うちの組いや、かっこいいな。お、ちょっと待てよ。どういうことだ。キルちゃん、キルちゃん、おそんなのあり？いけるんだ、なんちゃ。なにこいつ、いかれてますがな。うちの組に手出しながって、おーら、てめえか、てめえか、この野郎が、てめえは言ってやるからな、ランチャー野郎は。どこだ、ランチャー野郎をよこせ、こら、てめえだな。こんなところで、お隣さんにまで被害が及んだらどうしてくれるつもりだった。もうあったな、出てたよ、てめえ、こらんよいしょ。あら、寝とけ、カズ野郎がい。ポン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 、パン終わり。終わり、大丈夫かな。だって上はおやっさんの部屋だったわけだもんな。上まだいんのか。ああ、よし、よし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 。ああ、どうだ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 。ああ、まだいるのか。いがぐり坊主が。ランチャー野郎、お前の捨てたランチャーをよこせ。あとこいつだけか。あ、こいつだけっぽい。ああ、協力しよう、協力しよう。行って、俺にいいとこ見せさせろよ。よし。おいしょ、行こう。よいしょ、オッケー。あ、来るね、どんどん来るね。おランチャーはどうした。ランチャーはどこに向かってんの。俺たち今駅か。駅に向かえばいいのか。いや、危ない。いや、わわわ、もう振り回すのが結局一番楽なんじゃないかって思うけれども、バイクも振り回しちゃうぞ。バイク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 取ろう、バイク取ろう。よしよし、いいね、いいよいいよいいよ、切れちゃいいよ。はいしょ。いや、腰水来るな、きっとな、来るかな。ソメヤ君は一緒に戦ってくれないか。立場ってものがあるような大人ってな、人間って大変だ。来るな、すげえな、汗だくだな。ええー、そこ動くね、キリュ。
おれい、おれい、おれいって。ああもう、あバンバンバンだ。こんな大量なことありますか。でもキリュウちゃんは一人でな、キリュウちゃんは一人でな、山笠組とかなんかもろ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 のヤクザやってきたからな。俺を倒したかったら、俺を倒したかったら軍隊を連れてこい。おら人間なんて相手にならんわ、相手にならないって。こいつが強えのか、こいつが強えのか。えい行こうか、うーり、おい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 お前か、お前か、お前なのか、お前はどこだ、誰が強いんだ。えい行こう、よしよしよし、えい行こう、よいしょ、はい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 、集中していけ。あっ OK、 終わった。余裕だバカ、誰が一段落か。あランチャー、クソったれが、外を見ててくれ。ユータに連絡を取る。ユータに、登場会がハルカたちのことも探している。連中は本気だ。警察病院も安全とは言い切れない。田頭、本家の連中が来るかもしれん。外を見張っとれ。返事は田頭。兄貴か、ユータです。ああ、そっちに異常はねえか。異常ってことはないですけど。ああ、そういや春人が物に捕まらねえで一人で立ったんです。あ、ほのぼの。もうすぐ歩き出しそうさ。ほのぼの。そうか、伊達さんはそばにいるか。ならこう伝えてくれ。また遥かたちをどこか別の安全なところに移動させてほしいと。カムロ町からなるべく遠く、東京からも出た方がいい。そうは言っても警察病院より安全なところってね。それに遥かちゃんも意識が戻っただけで体中怪我してますし、今すぐには動かせませんよ。確かにな。わかった。とにかく俺もすぐそっちに向かう。だが伊達さんにはもっと安全な隠れ家を探すように進めてもらってくれ。わかりました。聞いてたな。俺はカムロ町に行く。南雲、お前らはどうする。わしらも行きます。はるかちゃんと坊ちゃんを守らにゃ。うん、おやさんもそうせい言うとりますけ。わかった。わしらもちいと準備がありますけ。下手すりゃもうこの土地には戻ってこれんようになります。兄貴もやり残しがないようにしといてつかさえ。後でアパートの方へお迎えに上がりますわ。だそうです。わあ、カムロ町で、時間帯の、おー、は最終章っぽいですね。時間帯の切り替えについて、カムロ町のニューセレナと尾道の水軍アパート内の布団にアクセスすると時間帯を変更することができます。なるほど。お昼や夕方にしか発生しないイベント等もありますので、いろいろな時間帯で街歩きを楽しんでみましょう。ありがとうございました。今日はここで終わりにしようか。来たね、ぐっと来ましたね。男たちが、はるかちゃんやはるとくんのこともそうだけど、だいごちゃんが戻ってくる登場会を僕は守りたい。最終決戦はやはりカムロ町か。その前に尾道でのやり残しを潰していこうかな。最終章です。たどり着きました。最終章です。頑張って参りましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。